パチミック選手とかも圧倒的に強くなっていると思いますフィニッシュ多分できると思ってますえ大会まであと2日となりました現在の心境を教えてくださいそうですねまあもう勝つことしか考えてないです今は、はい、ありがとうございます、えー、もう何度か聞かれていると思うんですけれども対戦相手の印象というのを改めて教えてください改めて、えー、そうですね、はい、まあ本当に まあところが英雄選手っていうのは。この格闘技、日本の格闘技界の本当レジェンドっていう印象ですね。はい。ありがとうございます。それでは今回、えー、ご自身でどんな試合の展開になるとイメージしているか、ぜひ教えてください。うん。そうですね。まあやっぱ。所さんも。 僕と、まあ、スタイルは似てて泥臭い感じで、まあ、諦めずにガンガン来るのかなっていうんで、まあ、お互いに気持ちが見えるようなそんな試合になるんじゃないかなというふうに前回の大晦日の大会に続いてまたかなり大きな会場での試合となりますが今回の試合こうテーマなどありましたら教えていただけますすかそうですね、まあ、今回しかもスタジアムバージョンで、まあ、僕が。 まあ見たこともないぐらい多分大きいまあ会場だと思うんですけどまあでも本当僕大舞台にまあ強いんでまあそこもなんか自分自身も楽しみですしまあやっぱりあの大みそかの試合を明けてまあこの半年間まあ長い時間があってアメリカ修行も行ってきてまあたくさん経験も新しい経験を積んできたんでまあそれをまあ踏まえてまあ新しい自分を見せれるんじゃないかなっていう風なまあそういう新しい自分を見せるっていうテーマですね。はい、はい、ちょっとこう俺と スクールという常所選手の関節技をあの狙ってくるスタイルのような選手とは練習はされていたでうそまあグラップリング強い選手とは結構もう昔からやってるんで、まあ、僕自身もその、まあ、初めてこっち来た時は、まあ、自分自身はストライカーかなと思ってたんですけどそこからいろいろ学んで僕自身そのディープに出た時はグラップリングの方がまが上達してたんで、まあ、そういう面では全然常呂、まあ、さん とまあ、同じレベル、まあ、あるいはそ,のそれ以上上の選手とはたくさんやってきているので、まあ、海外でもすごいパチミックス選手とかも本当に強いもうほんま世界のトップの選手との肌をも合わせてきたので、まあ、そこにはは自信はありますそのご自身が今特に感じるこう成長点だったり進化した点というのがあったら教えてくださいそうですね、まあ、やっぱり、うん、フィニッシュに対してできるパワーを つけることもできたし、うんそうですね。なんかまあ、これまでだったら、本当に自分の気持ちとスタミナで。まあ5分3ラウンドまあ。それで。まあお客さんを喜ばせるような試合もできたんですけど、まあ、今はフィニッシュすることも全然できる風に思ってるんで、まあそういうところを見てもらいたいですね。圧倒的に強くなっていると思います。その記念の,の力だったり、フィニッシュ力が上がった中で。 例えばですけど、今回、えー、何ラウンドで決めたいとかあの、フィニッシュしたいとか、なんかそういったような思いってありますかうーん、そうですね、いや、まあ、何ラウンドでっていうよりは、まあ、本当、フィニッシュしたいなっていう、フィニッシュ、たぶんできると思ってます、うん。もちろん目の前に試合がありますけど、もし伺えれば、1年後とか、年末とか、ビジョンが何かあれば、教えてください。そうですね、まあ、やっぱりベルトを自分が巻きたいですね。 まそういう風に思ってます。正直自分がチャンピオンになることを考えているんで、やっぱりそういうタイトルに絡めるような風になっていきたいですね。新龍大木久保戦はやっぱり気になりますか？ああもちろん気になってますね。どう見てますか？う,うーんそうですね。まあ本当接戦にはなると思うんですけど、まあ新竜選手が勝つのかなっていう風に思ってます。